2つのリーグの上位4チーム同士が争うチャンピオンシップ、それを目標に臨んだ今シーズンの島根スサノオマジック。9勝18敗と大きく負け越した形でシーズン前半戦を終えた。すごく苦しい状況が続いて、みんなでチームのチーム力として乗り越えていこうと、必ずそれは近い将来自分に返ってくるからと。ここまで困難続きだとは予想していなかった。前ヘッドコーチが突然の辞任、13選手中8人が怪我をした。歯車が狂ったチームはやがてバラバラになった。もうちぐはぐですよね。チームが空中分解するような。掲げた目標が高すぎたのか、思うようにいかないチーム編成に苦しんだ。だがプロのプライドがある。自分が引っ張っていって選手たちに、あなたがヘッドコーチでなってくれてよかったって言ってもらえるシーズンには絶対したいと思います。ただ前を向いて困難に立ち向かうスサノオの男たちに迫った。島根県松江市に本拠地を置くプロバスケットボールチーム、島根スサノオマジック。 B1 リーグでは未だ地区最下位しか経験したことがない。3度目となる今シーズンはメンバーの半数を入れ替えるという大型補強でチームの飛躍を誓った。アウェーで行われた B1 リーグ開幕戦、新型コロナの影響で合流が遅れていた外国籍選手の不在で戦力不足が懸念された。しかしキャプテン北川と新加入した杉浦などの活躍でチームは開幕戦を白星で飾り、幸先のいいスタートを切った。チームにとって外国籍選手は攻撃の主軸。入国が遅れていたペリンとトラビスが10月の北海道戦に合わせて合流し、さらなる飛躍が期待された。抱負をお願いします。明日みんなで勝ちましょう。よし、よし、P、携帯いじんな。俺が明日勝ちましょうって言ってるから。興味持て、ちょっと。北海道戦では合流した外国籍選手が攻守ともに機能し、連勝を手にする。チームはさらに勢いが増したように思えた。ここまで4勝3敗と勝ち越して臨んだ琉球戦2連戦。この時点で首位の琉球に勝てば上位に食い込める大切な試合を落としてしまい、4勝5敗と黒星が先行。いや、一番の責任は俺と感じてるよ。この試合を最後に、ここまでチームを率いていた鈴木ヘッドコーチが突然の辞任。大型補強に見合った成績が残せていないという理由からだった。
何の前触れもなく指揮官を失ったチームは動揺した。沖縄から滋賀に移動するところで彼の辞任のことを伝えられて、っていう予感もしてなかった。予感もしてないです。もう急の本当に急でしたね。当時アシスタントコーチだった河合隆二は急遽代理でチームを指揮することになった。あまりにも突然の出来事、ヘッドコーチとしての覚悟が持てないまま試合は2日後に迫っていた。今までそのヘッドコーチ目線で今シーズンはゲームを見てなかったので、選手起用のところで、まあ、うまくどうやって回すかっていうところはもうその中2日の間でいろんなシミュレーションをするような。ヘッドコーチとして迎えた初めての試合。ちょっとミーティングの前にさ、ちょっと聞いて。今日普段ヘッドコーチやってて俺だからさ、あのテンポよくいかないと思う。選手の不安っていうのは感じるもんですか？そうですね、やはり突然指揮官が変わって、でもやってる内容は新しいものじゃなくて、起用のタイミングが変わるだけで今まで通りのバスケットとにかくまずやってくれって言われても、やっぱ選手は難しいですよね。第1クォーターから不安は的中した。いつもとテンポが違うのか、うまく守備連携が取れない。例えばこのシーン、自陣に入り込んできた相手選手に対して4選手は応戦できる位置にいたが、守備連携がうまくいかず相手選手にそのままゴールを許してしまう。そんな場面が目立ち、第1クォーターから11点差と大きく離されてしまった。この5人が攻撃でしっかりされてたらディフェンスが崩壊するよ。前任のコーチだったらここでこういう風な使い方するかなとかっていうのはやっぱり頭の中よぎってしまったりもするんですよね。ってちょっと悩むことでワンテンポずれるっていうんですかね。第2クォーターから守備を立て直すと、徐々に感覚をつかみ攻勢に転ずる。攻撃の要ペリンを中心とした攻めでなんとか逆転に成功した。一進一退のシーソーゲーム、80対80の同点で迎えた終盤、残り6秒。ヘッドコーチとしてのデビュー戦はなんとか白星で飾った。だが指揮を取ってみて河合が感じたことがある。もう本当にちぐはぐって言えばもうちぐはぐですよね。すごく日本人が消極的で外国人に頼る、ボールを持つと外国人を見てしまう、外国人を探してしまうような、それがすごくこう自分が見ててなぜっていう。チームでシュートを打つのはほとんどが外国籍選手だ。この左側の空いたスペースからシュートを放つことができた場面、外国籍選手へ無理なパスを選択しボールを奪われ失点を重ねることに。また自らがポイントゲッターだと自負している外国籍選手は日本人にパスを出さず強引にシュートを狙うシーンが目立った。外国籍からすると何とかしなきゃっていう状況下でボール持ってリング見たら無理して戦ってるような感じになってしまう、まあ、結果的に日本人がフリーでコーナーにいたんですけども、その中でまあ無理な状況でリングへアタックしてすごく難しい体勢でシュートを打ってっていう。B リーグの得点ランキングは外国籍帰化選手が上位を占める。ここまでスサノオマジックにおける外国籍帰化選手の得点割合は平均 64% を超えていた。上位3チームと比較をしてみてもその比重が大きいのが分かる。またここまでの試合の傾向を見ると、序盤ではリードをするも
終盤から突き放されて負けてしまう。それはチームがまとまりを欠いていることの表れだった。トップチームは最後まで粘り強く戦い抜いている。だから競っていけても最後にミスしちゃったりっていうのは、外国籍も自分が活躍してなんとかしなきゃみたいな思いもあるし、大事な時間になればなるほど日本人は消極的になる、外国人はより無理をし始めるっていう、すごい悪循環だったんですね。この先のこの島根スサノオマジックがより大きく強いチームになっていくためには、絶対日本人の積極性、日本人の活躍っていうのが不可欠なので、そこで河合が考えたチーム改革の手始めは、外国籍選手だけに頼らない日本人選手の積極的プレーだ。河合はチーム改革に取り組んだ。しかしその矢先、西地区を首位で走る強豪三河を相手に100点超えのポイントで圧倒的勝利を収める。対象はして確かに良かったんですけど、ただまずいなとは内心は思ってた。この大勝が思わぬ茨の道への始まりだった。現在首位を走る強豪チームに圧勝。改革の成果が出たわけではなく、そこにはある理由があった。三河さんはそう強行スケジュールだったので、中1日でゲームだったと思うんですよね。だから向こうはタフなシチュエーションで疲れが出ちゃってる状態の中でゲーム、あそこまでの対処をしてしまうと、どうしてもその余韻は残りますし、勘違い、錯覚が起きちゃうんですよね。選手たちは外国籍選手が点を取るのが島根の戦い方、これでいいんだ、そんな考えが抜けきれずにいた。これではチーム改革が進まない。日本の選手が自信を持ったチームにならないと何も残らないと河合は思っていた。そして迎えた大阪戦、攻撃の要であったペリンの異常に河合は気づいた。何かこう歯切れの悪いというか切れ味の悪いプレーするなっていう。でゲーム終わってからやっぱり喋ってみたら良くないと。で、まあ、病院へ行った結果、そこからまあ長期離脱というような形になってしまったと思います。ペリンの存在がすごく大きかったんですね。彼を起点にすることでマークを引きつけてズレを作ることができてたんですね。でそのズレを作る選手が抜けてしまったことで、もともとそうだったんですけど、ズレを日本人が作るわけではなくて常に作ってもらう中で日本人がプレーしてたんで、ここが大変でしたね。ペリンが抜けたことで、ペリンは攻撃を司る花形のポジション。スピードを生かしたドリブルやパスで相手を翻弄し、守りを突破する攻撃の要だ。ポジションの違うデモンとトラビスには抜けたペリンの代役を務めることは難しかった。これで島根の唯一の強みだった外国籍選手中心の戦い方はできなくなった。12月、2連敗で迎えた京都戦。いよいよ日本人選手の活躍が期待されたが、ペリンがいた時はいつもすんなり通った外国籍選手へのパスを奪われ、反撃を許してしまう。この日ターンオーバーは15回。また外国籍選手からのアシストはわずか2本。全く連携が機能しなかったチームは崩壊の危機に。選手たちの勝ちたい思いとプレーのギャップですよね。チームとして機能せずに何とかしようって、自分が何とかしなきゃで個々に戦っちゃうような形になってしまって辛いですよね。もう葬式みたいな感じですよね。
何をどうしていいのか、みんなそれぞれが勝ちたいです、良くなりたいと思ってるんですけども、この時何よりも必要なのは選手たちが互いを信頼し一つにまとまること。そこで河合はキャプテン北川にその役割を任せた。やっぱりもう任された以上は責任として最後まで1年間やり遂げるっていうのがやっぱり必要だと思いますし、けどこうやっぱバラバラになった時にこう まとめるっていうことがこんなに大変なことだったっていうのはキャプテンになって初めてこう痛感したというか、自分のプレーの背中を見てついてこさせるみたいなのがやっぱベストだと思うんですよね、実際は。でも自分がそういうタイプかっていうとやっぱり難しい、そういうのはやっぱり難しい。口うるさくてもみんなに声をかけながらまとめる、少しでもこういい状態になるように準備をする。12月、5連敗で迎えた秋田戦では外国籍選手からのアシストはゼロ、チームは今シーズン最少得点を記録。この最悪の状況にキャプテンは、選手だけでミーティングをして、もう思ってること、その意見が全部通るとは限らへんけど言おうっていう時間を設けて、実際おのおのやっぱり思ってることがあるんですよね、外国人選手も含めて。でそこから本当にゴロッとこう変わったっていう部分は大きいと思います。相手の考えを知り、また考え方を変えるのは互いにコミュニケーションを図ること。単語で話すんですけど、僕なんかはこう勢いでコミュニケーション、ミートミートしてて、ナースシチュエーショントランスディスヒスパ。英語は得意ではないが通訳を介さず自分の言葉で必死に伝え続けた。また秋田戦の大敗以降、練習を2部制にしてチームメイトとの意思疎通と連携を繰り返し行った。年内最後のホーム戦初戦、北側のパスから杉浦が連続でスリーポイントシュートを決めるなど日本人選手の積極的なプレーが目立った。いい感じで回ってきたな、雰囲気がなんかいい傾向にあるなっていうふうには感じました。これで勝てればさらに、ね、チームも、ね、自信がついてきて、はい、いいかなと思います。チームは8連敗するが変化の兆しが見えた試合内容だった。ディフェンスが形になってきた、逃げてくれたかなって思います。だが、これ何やったの？ P がみんなに喋ってる。 Do this thing, bro. We gotta get it together, whatever it takes. Hey, on that court, we gotta do it, fellas. We have to get this shit done. Bro, we're 1-8. One game and we won that first game, the first time this month. Then we lost 8 straight. Bro, we right there. We right there tonight. We right there, man. We just let it slip away. And it keeps slipping away. 連敗が重なり焦る選手たち、勝たせてやりたい。いいか、下向くなよ。 Right, we don't have time to, you know, もう確実に数字としては良くなってきてる。 Right, number one, あの人みたいなゲームしたところからこういう風になってきてる。 Absolutely, you know, bullshit game, we coming back strong, right? あともう少しの頑張り。 Right there, right?いい、オープンショット打ててるから、チームショット。自信持ってこう、アシストだって今までと全然違うんだよ。いいか、それぐらいに反省あるだろう。それは俺もある。みんなもある。あの時、あしたきゃよかった。Maybe. Maybe. それはあした行きましょう。We should do that. We just pick up today, right? いいか、今日が2戦目じゃねえ。まだ明日あるから。Right, one more game, right? いい、この気持ち明日に持ってこう。Right, one more game, emotion right here. Bring it up tomorrow. Right, take it back. 明日もう一度頑張ろう。Take it back tomorrow, right? Take it back tomorrow.
遠い白星、長く続く苦しみ、光は見えてくるのか。ホーム最終戦、試合開始の3時間前から大勢のファンが詰めかけていた。今チームは何連敗かご存知ですか？8連敗ですね。きっと河合ヘッドコーチ代行もきっとすごく苦しんでるなっていうのも分かる中で、それでもやっぱり前を向かなきゃいけないっていう状況なので、8連敗という形だけ見るとすごくやっぱり厳しいんですけど、それでもやっぱり勝てるように余計応援したくなりますね。何年か前にもう21連敗したことがあったので、やっぱりそれはそれで地元のチームですから、その成長していく姿をずっと見ていたいと思っております。勝つことは大切だ。だが見ていたいのは選手たちが成長していく姿。ファンも共に戦っている。ここまでの連敗にキャプテンも責任を感じていた。だが諦めてはいない。始まったホーム最終戦は序盤から点の取り合い。互いに信頼し合い戦う姿がそこにあった。同点で迎えた最終クォーター。しかし、残り2分を切ったところでファールからフリースローを与えてしまう。5点差に離された大事な場面でのミス。またこのまま負けてしまうのか。そんな予感が会場を包んだ。今の俺たちは違う。難しい体勢からデモンがシュートを決め3点差。杉浦も粘りのシュートで1点差に迫る。試合時間は残り30秒。ここでキャプテン北川が気持ちでこうファールを引き出した。彼のその勝ちたい気持ち、チームを思う気持ちっていうか、これは僕だけじゃなくてチームメイト全員が感じたと思うんですよね。このフリースローをしっかりと決め同点。さらにトラビスが相手チームのファールを誘う。ゲームセットまであと7秒。外せないフリースロー。逆転した。1点差を守りきり連敗を脱出した。チーム、そしてファンと共に掴み取った1勝。キャプテンの目にも涙が。
お疲れ。バイブレーボー、ブレーボー、ブレーボー。間違いなくチームの勝利だからね。バイジーバラバラから最後まで日本人と、ね、みんなで一方で一緒になってくれるから。国際また重ねていこう。Right. Now we step up, little by little, right? Yeah. 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 Yeah.前半戦最終戦、チームは勝てなかったが、日本人選手の得点率が 63% に達していた。自分が引っ張っていって選手たちに、あなたがヘッドコーチでなってくれてよかったって言ってもらえるシーズンには絶対したいと思う。全員で戦う、それがスサノオの新しい戦い方だ。